皆さんこんにちは、整形3000枚ラビちゃんです。今日は鼻の再生手術のカウンセリングのエピソードです。カウンセリングがうまくいくようにどんなことを話したのか、どんな情報を得たのかをお話ししていこうと思います。はい。で、皆さんは鼻を整形したいと思った時に医者にどんな風に理想を伝えたらいいんだろう、どんな質問をしたらいいんだろう、あと資料とかはどんなものを用意すればいいんだろう、そんな風に悩んだことありませんか？で、今日は思い通りの整形をできるように、皆さんのお役に立てたら幸いです。動画を見ながら皆さんの意見やアドバイスもコメント欄に書いて共有してもらえたらと思います。それではまずその1、資料の内容。用意するべき資料が5つあって、1番アプリの顔とデフォルトカメラの自分の顔を同じ角度で連写したものを顔を同じ大きさで合わせてプリントアウトする。最近ってアプリの顔になりたい人多いじゃないですか。で、先生が見比べやすいように私はこのような資料を作りました。で、それか、デフォルトカメラで撮った画像に自分の好きなラインをもうペンとかで書き込んじゃいましょう。で、自分の顔の正しい撮影方法はこちらの動画のカウセで失敗しない方法でお伝えしてるのでご覧になってください。そして2番目、好きな鼻先の丸みの画像を用意する。じゃん。なんかこの時に整形バレしていいのかとか、ハーフに間違われていいのかとかも伝えましょう。特に整形バレたくないよっていう人はここで先生の意見を聞いて理想の鼻先のデザインを考え直すことになるかもしれません。話し合い大事です。そして3つ目、理想の鼻筋のラインの画像を用意する。こちらです。で、何がどう好きなのか説明できるようにしましょう。で、私のこの画像の場合、ストレートで鼻先だけちょっとチュンって上がってて短めなのが好きっていうことを伝えました。で、もちろん正面も用意しましょう。そしてその4、自分の顔の嫌だと感じる角度で撮った写真を2枚同じ大きさで並べた画像を用意しましょう。で、そのうち1枚に何がどう嫌なのかをペンで説明を書き込みましょう。こんな感じです。で、私の場合はプロテーゼが高すぎて眉毛の間に筋が入るのが気に入らないこと、あと下を向いた時に鼻先が長く感じるから、理想はここぐらいまでアップノーズにしたいっていう、訂正を入れてます。でも結構上のラインからカーブをつけてるから斜めを向いた時に、鼻が大きくここが感じちゃうこととか、あと鼻筋の横の影が太い気がして、以前骨切り幅寄せもしてるんだけど、もっと細くできたんじゃないかっていう、こちらを伝えました。そして重要なのが5番です。絶対になりたくない花も伝えましょう。で、マナーとしてなりたくない花の資料は SNS に流出させないようにしましょうね。で、この花のどこがどう嫌なのかを説明できるようにしましょう。例えば横から見た時にカーブをつけたアップノーズっていうチュンっていう花だったら、正面から見た時に極端に言うとバラバラに見える恐れがあるんですね。で、そこの加減の話し合いをできるように資料は大事だと思います。そして私は鼻筋に、1回目はゴアテックスという素材を入れて、2回目はプロテーゼで、すでに2回も鼻のフル整形をしてるんですけど、別で小鼻の縮小も2回やってます。で、3回目から一気に感染リスク、拘縮リスクが上がると言われてるので、今の鼻は今で綺麗だし、もうそのままでいいじゃんって断られてたんですね。でもどうしてもちょっと嫉妬してほしい先生がいて、頼み込んで今回カウンセリングを受けさせてもらいました。強引に。で、行きつけのクリニックだったので、事前にCT 撮ってきてよって言われて、撮ってきたんですけど、 CT 見ながらのカウンセリングで何が分かるかというと、私の場合は4つ新たに得た情報があります。で、まず1つ目、今ある鼻筋に入れてるプロテーゼが正しい位置に入ってるかどうかが分かります。ちなみに私は若干ずれてました。もうこれを見た先生ノリノリで、抜いた方がいいねとか言い出して、めっちゃショックでした。で、2つ目、骨を見れるので、鼻のここを削って細くする骨切り幅寄せがどうなってるかが分かります。で、ちなみに以前ちゃんと削られていないことが分かりました。そして3番目、鼻の穴の中の状態が分かるので、私の場合は以前の鼻手術の術後の後遺症として若干鼻づまりが気になってたんですけど、狭いけど綺麗に通ってて、これは許容範囲だよっていうことが分かりました。我慢します、一生。で、4つ目、貴族手術適用かどうかが分かります。で、鼻の根元が頬肉で埋まってる人が考えるべき手術で、こういう
小鼻の真下に異物を入れて、まあ、底上げする方法があるんですけど、私は骨格としては貴族手術は適応外だったんですよ。で、小鼻が埋まってる原因は骨でも筋肉でもなく脂肪っていうことが分かりました。しかも以前の脂肪吸引や骨切りでその脂肪が硬縮して硬くなっているのも分かって、まあ貴族手術ではなく HIFU や EMS で柔らかくして脂肪をどうにかするのが大切っていうことが分かりました。で、貴族手術は後からやると小鼻の形が変形したりそういうリスクがあるので、できれば鼻のフル整形の時に同時に考えるべき手術なんですね。で、このように、まあ、CT を取ることによって細かく分かることも多いので、そのクリニックに、まあ、CT の設備がない場合はもう自分で CT取って持ち込んじゃうのもありだと思います。私はだいたい銀座で取って1万4000円ぐらいで取ってきました。で、そして最後に手術するときに絶対に聞くべきことが2つあって、質問その1、感染や炎症などを起こした場合治療費や再手術の負担はどうなるのか。2つ目、手術日何日前からか、まあ、キャンセル料 100% かかるって規約に書いてるけど、今の時期、まあ、コロナだったり例えば身内の不幸があった場合どうなるのか。まあ、2番目に関しては今までは説明書を提出した上で、まあ、日程変更っていう形だったら大丈夫だったんですけど、本当にクリニックによると思うので事前確認は必要です。はい、いかがでしたでしょうか。私は今回、まあ、伝えたいことを伝えきれて、で、担当医も、まあ、理想を汲み取ってくれたのが、あ、わかるなっていう大満足なカウンセリングになりました。で、1回目が日本、2回目が韓国って鼻のフル整形をやってきた私の個人的な意見なんですけど、やっぱりしっかりカウンセリングで話し合わなきゃいけないっていう手術は日本の方がいいかなと思いました。で、 Twitter の DM では一応クリニック名の問い合わせとか受け付けてはいるんですけど、その際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。こちらの動画もいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、あと嬉しいコメントもお願いします。見てくださってありがとうございました。手術頑張ってきます。バイバイ。